観光情報番組読みたんラジオ。ラジスタート。2013年8月19日月曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めます前川あやみです。皆様おはようございます。週末もあっという間に過ぎてね、また週明け月曜日スタートいたしました。どんな朝を迎えていますでしょうか。いやー早いですね、土日が過ぎるのは。ね、今日の朝また、気持ち新たに1週間、ね、心軽やかに楽しく、駆け抜けていきましょう。ここ読谷村ですね、はい、昨日で第4回ワールド欧州会沖縄少林流空手道古武道連盟世界大会というね、いや名前だけ聞くとすごいんですけれどもね、その空手だとか、古武道に携わる、ね、外国の方々がここ沖縄そして読谷村の方に集結いたしまして、ね、約1週間ぐらい、ね、期間を設けて大会が行われたわけなんですけれども、昨日その大会が無事、大成功に終わったということで、ね、もうこの期間読谷村、そしてこの今読谷観光情報番組、ね、読谷ラジオを、お届けしている場所、読谷村高志本にございます紫村園内のサテライトスタジオの方でもですね、外国人の方たくさん見受けられました。特にねフランスからいらしてる方々が多いような印象がありましたけれどもね、観光にいらしている方々ね、外国人多いなというふうに感じたんじゃないでしょうかね。いや本当に盛り上がった大会で、この大会は世界大会だったそうですよ。はい、カナダとかでも行われるような、はい、あの大会、今もうねサテライトの外からスカイ観光の大城社長が手を振っているんですけれども、ありがとうございます。はい、こういうふうにですね、読谷村大きなイベントも開かれておりました、ね。ここサテライトスタジオなんですけれども、観光情報番組読谷ラジオ365日朝9時から、ね、毎日お届けしていく番組でございます。観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、ね、その他たくさんの読谷村の良さをお伝えしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろんなんですけれども、ガイドブックに、ね、載っていないようなディープでコアな情報も一緒にお届けしてまいります。この番組からですね、情報を得て、それをきっかけに、ね、このラジオを聞いている方、そこのあなた、ね、レンタカーに乗っているそこのあなた、ね、観光にいらしている方、皆さんが読谷村の方に足を運んでいただければ、ね、大変嬉しく思います、ね。毎朝9時からここサテライトスタジオからお届けしております。またですね、曜日ごとにコーナーなども設けていたりしますので、ね、毎日聞いても飽きない番組になっていると思いますので、ぜひ、ね、この番組
を聞いて読谷村一緒に楽しんでいければと思っております。さあ、今日ですね、この番組を一緒に、ナビゲーター務めております比嘉正也さんなんですけれども、朝早くからですね、あるところに、ね、取材に出かけているわけなんですけれども、その、あるところというのがですね、戸谷漁港の、ウミンチュ体験の方に、ね、朝から、出かけていったわけなんですけれども、こちら読谷村の、戸谷という部落にございます。読谷村の、ここはもう漁港ですね、はい、まんまなんですけれども、そこでウミンチュ体験というものができるわけなんですけれども、ここね、ゆったり24名乗りの船で大型定置網体験、ね、定置網ってどんな網っていうふうに思うと思うんですけれども、定置網ですね、魚の習性をうまく利用した、漁に、ね、使う網なんですけれども、魚がね、何かに沿って移動するという習性があるそうなんです。でそれを利用したね、仕掛けになった網、魚はこの定置網に突き当たると網に沿って進むそうで、次第にその網の奥に奥に進んでいって、最後に橋の部分についた魚はここでぐるぐると回り続けるっていう仕組みになっているみたいです、ね、なんとびっくりしたことに、ね、皆さん観光にいらしてるそこのあなた聞いてください。これなんと美ら海水族館にいる魚の 60% は読谷の定置網で捕獲された魚だそうですよ。すごいですね。美ら海水族館といえばね、もうやっぱ沖縄に観光にいらした際にはね、もう定番スポットといっても過言ではないと思いますけれども、そこにいる 60% がここ沖縄県読谷村、そして戸谷漁港の定置網漁で捕獲された魚となっております、ね、そんな読谷村戸谷漁港ね、ウミンチュ体験できますのでぜひいらしてください。戸谷漁港へのアクセスがですね、国道58号線を那覇からですと北上してイラミナ交差点南の方ですね、左折します。そしたら6号線という道をね、ずっとまっすぐ行けますので、あとはもう道路にですね、戸谷漁港というふうに標識が立っているので、その看板を目印に、戸谷漁港の方まで足を運んでいただければと思います。さあ今日この後お天気情報を皆様にお届けした後に、地域の声も声だったり、取材にね、私が言ってきたお声もお届けいたします。そして読谷村出身アーティストもご紹介してまいります。さあ10時までの1時間、私前川あやみと、この観光情報番組読谷ラジオ、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。が流れてきましたらね、皆さんにお天気情報をお伝えしてまいります。本日8月19日月曜日、沖縄本島中南部ですね、
東の風のちやや強く曇り、夜には雨、そして所によりは雷を伴います。波が 2.5 メートルのち3メートルとなっており、うねりを伴うでしょう。降水確率がですね、午前から午後にかけて 30% から 50% となっております。日中の最高気温がですね32度、ね、最近なんだか暑さが和らいでる気もしますけれどもね、まあこのちょっと雨が降ったりとかっていう不安定なお天気の、おかげもあるんでしょうか。今日は風もね、吹いていて肌に心地いい、お天気だと思います。そして、このお天気情報、いつものようにですね、読谷村宇佐にございます残波岬手前の、残波岬憩いの広場ティーダさんさんの方から、中継をつないでお天気情報をお伝えしてもらってます。本日はどなたでしょうか。声かけて、ま、呼んでみましょう。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。この声は比嘉さんですね。はい、一本比嘉です。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ね、比嘉さん、早速なんですけれども、週明け月曜日、ティーダさんさんの方からですね、見えるお天気いかがでしょうか。いつもより雲が多い感じで、で朝降った雨でちょっと芝生も湿り気があって、あの風が爽やかで涼しい感じですね。なるほど。やっぱね、最近はこう雨のおかげで緑も青々としているし、風もちょっとあの心地よくなっているみたいなんですけれども、はい、海の様子などはいかがですか。海見る限りではすごい穏やかですね。波も見えないですから、はい、あ、そうなんですね。今日はすごい穏やかな海ということでね、これから、ね、観光にいらしている方々、今レンタカーに乗っていて、まさに読谷村、そしてね、この残波岬の方に向かっている方もいると思うんですけれども、じゃあマリンレジャーには最適な日となっていますね。はい、はい、ちなみに、ティーダさんさんね、どういった場所なのか、どこにあるのか、今日このラジオを初めて聞いてるね、あの観光にいらしてる方々、レンタカーに乗ってる方々いると思います。比嘉店長の方からご紹介お願いいたします。はい、残波岬、岬に向かってください。ロイヤル、あの残波岬ロイヤルホテルさんを越えたところに大きい駐車場がありますので、そこにはチムルゲラという乗り物も目立って見えるかと思います。駐車場に車止めてから残波岬の方に、あの灯台まで、灯台とかありますので、そこを目指して、行ってみてください。今まだレストラン等はオープンしておりませんが、これからオープンしたら、あの皆さんよろしくお願いします。はい、ということで比嘉店長からね、ティーダさんさんレストランの、ご紹介いただきました。場所もね、もう読谷村の一番ね、あの突き出たところに近いので、もう皆さんその部分目指して、とにかく車を走らせていただければと思います。ナビの方にもですね、残波岬など、入れていただければ、もうね、今のナビ頭いいですから、すぐにたどり着けると思います。そこら辺に来たらですね、看板などよく、注意してみながら、ぜひ読谷村宇佐にございます残波岬憩いの広場、ティーダさんさんの方にも足を運んでいただければと思います。はい、じゃあ比嘉さん、ちなみに明日の、担当どなたになりますでしょうか。はい、明日は松田が担当いたします。お、松田さんということでね、明日も、はい、ティーダさんさんの方からお天気情報、松田さんからお届けしてもらうということで、じゃあ今日もね、比嘉店長ありがとうございました。素敵な1週間お過ごしください。はい、はい、ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りいたします。
読谷なんでも調査団。観光情報番組読谷ラジオ、本日も読谷村高千穂にございます紫村園内のサテライトスタジオから生放送でお届けしております。はい、今ねレンタカーに乗っているあなたね、今まさにこのラジオを聞いてると思うんですけれども、はい、生で喋っているのが見れるので、ぜひね、紫村サテライトスタジオの方に足を運んでいただいて、どんな人が喋ってるのかななんてのもね覗きに来ながら手なども振っていただければと思います。ここねサテライトスタジオ、全面四方ガラス張りになっていまして、両サイドにね、入り口出口ドアがあるんですけれども、もういろんな方が行き交うので見放題ですよ。はい、ぜひ手なども振っていただければ私もすごい嬉しいです。お立ち寄りになった際にはぜひね FM 読谷サテライトスタジオも、見に来てくださいね。さてこのコーナー、読谷なんでも調査団ね、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さあ今日は何を、取材してきたんでしょうか、調査したしてきたんでしょうか。早速皆様に、お声をお届けしていこうと思います。さて今日は、ユンタ市場の方に足を運んでおります。ここですね、地元の、農家の方々が丹精込めて作ったお野菜がたくさん、手に入れられるということでですね、気になりました。はい、早速詳しい内容ですね、スタッフの方に伺っていこうと思います。こんにちは、じゃあ自己紹介からよろしくお願いいたします。はい、読谷村ユンタ市場で、米を精米担当しております国吉匠と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、早速なんですけれども、はい、ユンタ市場の場所そして、はい、どういった内容をされているのか、はい、っていうのを教えていただけますか。はい、わかりました、はい、こちらのですね、ユンタ市場ですね、中部に立っておりまして、住所がですね、ありました、沖縄県中上郡読谷村木名2346の11番地に立っております。はい、で事業内容といたしましては、農産物直売所ということにですね一応なっておりまして、地元のお野菜を中心にですね販売しております。はい、ちなみに、どういった方々が生産者としているんでしょうか、そしてどういった商品が並んでいるんでしょうか。はい、ですね、基本はですねやっぱり読谷に立っておりますので読谷村 の、生産者の皆様がいまして、約今会員が600名ですねの方々が、手作りのお野菜を作っております。そして今時期的にはですね、何があるのかな、まあ、葉野菜を中心にですね今たくさん出ております。ユンタ市場には、観光に訪れたお客様、ね、どのように来たらいいのかなっていうふうに思うんですけれども、場所そしてアクセス方法など教えていただければと思います。はい、ですね、場所といたしましては、南部の方から来る方はですね那覇からこう名護向けに58号線まっすぐ走りますと、読谷村という、地域に入りまして、58号線ですね、読谷高校の交差点を過ぎてですね直進しますと、大きくですね左手の方に、JA 沖縄読谷ファーマーズマーケットユンタ市場ということで大きな看板がですね一応道の方に出ておりますので、そしてそちらの方を左に曲がっていただきまして、名護からの方も反対ですね、読谷向けに走っていただきまして、右手の方に大きな看板がありますので、そちらの方に来ていただきまして、分かりやすく言えば読谷村役場の裏ですね、読谷村役場を、目標に来ていただければ分かるかと思います。はい、高速で来る際にはですね、沖縄南インターを降りて、最初の信号を左にずっと道なりにですね、で58号線にぶつかりますので、そこからまた、北向けに上がっていただければ
ね、ユンタ市場の看板が見えてきますので、ぜひ、観光にいらした方、ユンタ市場の方にお越しになってみてください。では最後に、読谷村に観光に訪れる方々に、メッセージお願いいたします。はい、読谷村ですね、観光施設、そしてまた世界遺産などたくさんあります。その中でやはり、J 沖縄ですね、読谷、ユンタ市場が推しているものが、読谷の特産物であります紅芋でございます。読谷村の紅芋を使ったですね、まあ、お菓子、そして、加工品などもですねございます。ぜひですね、読谷村に訪れた際は、ぜひユンタ市場で、読谷の特産物紅芋を味わっていただければと思います。はい、はい、ということで、お話国吉さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、お話伺ってきたのは読谷村木名2316番地にございますユンタ市場ですね。ファーマーズマーケットユンタ市場の方に取材に行ってまいりました。ここですね、地元で採れたお野菜、果物、その他ですね、たくさんの特産品などが、手に入れられる場所となっていまして、観光にいらしている方々はもちろんね、地域の方もいっぱい、足を運ぶ場所なんですけれども、ね、ぜひ観光にいらしている方、読谷村に、ね、移住してきたばっかりだよという方だとか、観光に、今から訪れる方、ね、北上するときに、ね、沖縄の一番上らへんに行くとき、一番上ってどこよとかね、美ら海とかね、読谷村より上とか下とかに行く観光にいらしている方々、ね、途中で読谷村の方にお立ち寄りになっていただいて、ちょっとここでね、パーラーなんかもございますので、ここでちょっとゆっくりご飯を食べたり、お買い物をしたり、ね、沖縄のお土産を購入したりっていうのもいいんじゃないでしょうか、ね、こういう場所こそ地元の空気が味わえる場所だと思いますが、いかがでしょうかね。地域の方々もいますし、沖縄、そして読谷村のね、住んでるおじいおばもね、外の方でユンタクしてたりですね、おしゃべりですねしてたりして、すごいこうなんかのどかな、沖縄県読谷村の空気が味わえると思います。ぜひね、足を運んでいただきたいんですけれども、またまたですね、ユンタ市場どういった風に、農家の方々とコミュニケーションを取れるかというのも聞いてきましたので、そちらまでお届けいたしましょう。はい、こちらユンタ市場のファーマーズマーケットですね、生産者、そしてその、生産者が作った、お野菜、そして果物など他商品ですね、買いに来るお客様がですね、すごいこう隣同士に近くにいるような、そんなユンタ市場ファーマーズマーケットなんですけれども、実際にどういったコミュニケーションだとかが取れるんでしょうか。はい、ですね、やはり売りであります、安心安全新鮮ということが売りなので、お客様からですね、例えば名指しで、あの生産者の、例えばまあ果物だと葉野菜とか欲しいけどあるねってことを聞かれたらですね、すぐ、まあ生産者の問い合わせすぐしまして、お客様に、午前中でできるよ、午後できるよ、今日できないよとかで、今向かってるよとかいう返事をですね、すぐしております。はい、なるほどね、ユンタ市場ファーマーズマーケットのスタッフさんを通して、実際に生産者の方々と、やり取りができるということで、これも、ユンタ市場ファーマーズマーケットならではなんではないでしょうかね。ぜひ来た際にはですね、誰々さんのお野菜まだねとかね、ちょっとまたお気に入りの農家さんのお野菜果物なども、見つけてみてはいかがでしょうか。はい、国吉さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいね、すいません、ちょっと音が途切れちゃいましたけれども、こういうふうにですね、読谷村にございます、ファーマーズマーケットユンタ市場、地域の、ね、農家の方々から直接、まあ、直接というかね、まあ、ファーマーズマーケットユンタ市場のスタッフさんを通して、ね、もうすぐお声をいただけて、いついつ何々がね、入荷されるから楽しみにしててねとかだったり、
いろいろとあると思いますね。例えば同じじゃがいもとかにしても、ほら中曽根さんのところはスープ用に使いやすいよ、小さいサイズだからとかね、中んだかりさんのところはね、カレーだとか炒め物だとかに最適だよとかね、同じ野菜でもいろんな農家さんの顔があって、いろんな種類の、ね、商品が並んでいるので、その一つ一つ見ながら、またどんな方が作ってるんだ、どんな地域の方がいるんだっていうのもね、ここユンタ市場を通して、地元の雰囲気を感じられる場所となっております。場所がですね、国道58号線から那覇から来ると北上していただきまして、ね、読谷村に入ってイラミナ交差点北という三叉路がございます。そこをね、もう左に曲がっていただければ、もうすぐにね JA ファーマーズマーケットユンタ市場が見えてきますので、もうその道入ったらね、読谷村役場にもすぐ行けますね。とりあえずこの読谷村の中心地の方に足を運んでいただいて、腹ごしらえをした後、お買い物をした後に、ね、読谷村役場にも寄ったりなんかして、ここから読谷村またコアなところに、ね、観光に足を運んでいただければと思います、ね、すごい、毎朝FM 読谷がお届けしている番組、朝のイモーニングという、ね、番組があるんですけれども、朝の7時から9時まで、ね、そのもう番組終盤、本当に最後らへんにですね、ユンタ市場の方からその日のお得情報なども、ね、毎日いろんな情報が、得ることができますので、観光情報番組読谷ラジオ、ね、聞くちょっと前からですね、 78.6MHz にチャンネルを合わせていただいて、ね、レンタカーに乗ってここ読谷村にお越しになる観光の方々、ね、このお得情報をもとに読谷村の方に足を運んでいただければと思います。以上、本日はですね、JA ファーマーズマーケットユンタ市場の、ご紹介でした。また特産品の情報などもね、別の際にご紹介いたします。楽しみにしててね。ねえねえ、この番組って何？これはね、観光情報番組読谷ラジオさ。読みラジ？そう、読みラジ。踊りなさい、聞きなさい。さあ、時刻は午前9時31分に間もなくなります。観光情報番組読谷ラジオお届けしております。さあ、皆さんにですね、メッセージをくださいなどとも言いながら、メールアドレスご紹介していませんでした。すいません、ここでメールアドレスご紹介いたします、
FM786@FM読みたん.co.jp FM786@FM読みたん.co.jp となっております、ね、FM 読みたんのアドレスの方に、ね、ぜひメッセージなどお寄せいただければ嬉しいですよ。この番組の感想だとか、ね、地域の方々からはぜひこの情報は観光にいらっしゃる方々に伝えたい、なんかねあれば教えてください。そしてこの番組をね活用していただいて、今まさにレンタカーに乗ってここ読谷村に向かっているという方にですね、読谷村のディープでコアな情報をお届けしていただければと思います。ぜひこのラジオね、ご活用いただければと思います。さあこの番組ね、もう9時から始まって10時までなんですけれども、早いですね。9時30分の CM 明けのコーナー、月曜日はですね、読谷村の特産品について皆様にご紹介してまいります。本日はですね、何の情報をお届けいたしますかというと、これ、お菓子のポルシェさんの紅芋タルトのご紹介です。はい、もうお菓子のポルシェと聞くとですね、あの観光にいらしている方々ももう観光のね、いろいろと回られる予定の中に組み込まれている場所だと思いますけれども、ね、数多くある特産品の中から今日はお菓子のポルシェさんの紅芋タルトの紹介をしたいと思います。お菓子のポルシェで、製造販売しているお菓子の種類はたくさんあるんですけれども、その中でも紅芋タルトはですね、お菓子のポルシェさんの販売額の3分の1を占める、ね、主力商品となっております。すごく人気なんですよ、この番組。あ、この番組っていうさ、まあ、この番組も人気だけどね、ポルシェさんの紅芋タルトね、はい1986年、読谷の特産品の一つ紅芋を使用して、紅芋菓子ね、紅芋タルトの生産を開始いたしました。この紅芋タルトなんですけれどもね、もう本当に瞬く間に有名になり、それ以来紅芋菓子のポルシェとして広く知られるようになりました。県内でもですね、お土産品の定番となっているので、ね、もしかしたら観光で沖縄にいらしている方々、もちろん読谷村の方にですね足を運んでいる観光の方々、このラジオを聞いている、ね、方々の中にも紅芋タルト食べたことあるよっていう方もいるんじゃないでしょうかね。紅芋タルト以外でもですね、お菓子のポルシェさん、塩ごまチンスコーだったり、プリンセスムーンセットだとか、紅芋ガレットなどですね、もうお菓子のポルシェさんの顔となっている商品がたくさん、あります。お菓子、洋菓子、和菓子、ね、お菓子のことならお菓子のポルシェさんへ、ね、読谷村の残波岬手前の方にですね、ポルシェのお菓子御殿がございます。こちらですね、読谷村の、宇佐という部落地域の方にあるので、ね、その お菓子のポルシェさんの向かいには残波岬ロイヤルホテルさんがございます。もうすごく、ね、あの近くまで行けば分かりやすい場所なので、お菓子のポルシェだとか読谷村宇佐、もしくは、ね、残波岬ロイヤルホテルなどでですね、ナビの方で検索していただいて、レンタカーに、ね、乗ってこちらにいらっしゃる際にはナビなどもぜひご活用いただきながら、ね、読谷村、そしてお菓子のポルシェさんの方に足を運んでいただければと思いますけれども、このね、お菓子のポルシェさんのお菓子、非常に美味しくいただけますよ、ね、読谷の特産紅芋を使用したMade in 読谷ということで、 Made in 読谷、ね、素材にこだわり、素材そのものの味を生かしたお菓子が豊富にございます。素材の美味しさももちろんなんですけれども、ね、どこかなんか沖縄というか読谷のね
本当暖かさが感じられて、さりげなくどこかにまた沖縄らしさの雰囲気も、ね、残していて、そんなあったかい雰囲気味わえる商品となっております。ぜひね、読谷村の特産品お菓子のポルシェの紅芋タルトですね、いらした際にはぜひご賞味ください。一口食べたらですね、もう本当にあの皆様の笑顔もこぼれる商品となっております、ね、こちらの紅芋タルト、お土産なんかにもね、すごい大人気なんですけれども、私がですね、やっぱ観光の方々に、お声をかけたりする際にはですね、必ずですね、お土産品店ではもうカゴに入っていたり、ね、もうお店から出てくる方の袋の中にね、紅芋タルト入っていたりするわけなんですけれども、やっぱりね、好みが分かれにくいというか、どんな方にもですね、すごい食べやすい商品だと思うんですね。お子様からご年配の方々までね、すごいいいぐらいの甘さですし、柔らかさですしね、見た目もすごい可愛いし、沖縄そして読谷村のね、もうカラーとも言えるような紫色、ね、紅芋の紫色なんですけれども、すごい可愛いパッケージに包まれたお菓子となっております。ね、沖縄県そして読谷村にいらしている観光の方々、どの、ね、お土産を持っていこうかなってやっぱ悩まれると思います。ね、でもやっぱり定番商品は間違えないということで、ね、お菓子のポルシェさん紅芋タルトの方、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、お菓子のポルシェさんの方ですね、紅芋モンブランだったかな、モンブランあるんですよ。タルトとはまた違ってモンブランで、中の方にクリームと生クリームとですね、カスタードなども一緒に入っていて、タルト生地の上にですね、で入っている上からまた、紅芋の、ね、生地というかクリームですかね、あれはかけられて、もうモンブランのようになっているんですけれども、これがまた美味しいんですよ。もう食べたことある人いますかね。美味しいよねあれお菓子のポルシェさんの、はい、紅芋モンブラン、ぜひこちらも手に取って欲しい商品となっております、ね。こういうふうに沖縄県読谷村紅芋が売りの地域ともなっていますけれども、他にもですね、特産品ございます、ね、そういったものも、この観光情報番組読谷ラジオの方で、皆さんにご紹介してまいりますので、はい、一緒に読谷村のコアな部分も知っていきながらね、せっかく沖縄そして読谷村に来たからにはね、こういう時間そしてこういう情報もね得て、また帰っていただきたいと思いますよ。はい、ということでこの時間読谷村の特産品の紹介、今日はお菓子のポルシェの紅芋タルトのご紹介でした。このお時間ね、読谷アーティストと題しまして、読谷村出身のアーティストさんも皆さんにご紹介してまいります。さあ今日は、私も大好きな、2人組のミュージシャン、ソベポーポーの音楽をお届けいたしますよ。ソベポーポーでティーダティーダ、お聴きください。
後ろに聞こえておりますのは読谷村出身アーティストのソベポーポーのお二人によります曲ティーダティーダでございます、ね、ティーダという意味は沖縄の、内縄口なんですけれども、ティーダの意味が太陽という意味になっております、ね、え沖縄県そして読谷村にいらっしゃる方、ソベという出身のね、出身アーティストなので、ぜひ、ね、このラジオを聞いてソベってどんなとこなんだろうってね興味を持っていただければと思いますけれども、こちら沖縄ポップスユニット、ボーカル&ギターが岸良さん、そしてコーラス&パーカッションが金城さんとなっております、ね、今も本当地元で大活躍中の読谷村出身アーティストですよ。はい、いらした際には読谷村のねツタヤなんかでねソベポーポーさんのCD かも、 CD もあるかもしれません。ぜひ探してみてください。
観光情報番組読谷ラジオ。さあ CM 明けまして、観光情報番組読谷ラジオ、時刻は午前9時47分に間もなくなろうとしております。続きましてはこちらのコーナー、この声が、この音がですね、はい、聞こえてきましたら地域の声をお届けするお時間となっております。皆様に早速ですね、先日私がお声かけしてきましたご家族の、お話伺ってお届けしてまいりましょう。皆さんこんにちは。本日はですね、残波岬にございます残波ビーチの方に足を運んでおりますよ。早速、仲良く、ね、楽しくお食事をされていたご家族見つけましたので、ちょっと捕まえてみました。お声をいただきたいと思います。じゃあまず自己紹介からお願いいたします。はい、福岡県から、はい、福岡県から来ました中山です、はい、中山さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、同じく中山です。はい、ジジとババです。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ、娘さんですね。じゃあ先にいいですか。じゃあ息子さん、義理の息子さんに寺田直行、寺田直行さんですね。お名前何て言えますか。ゆきはるです。ゆきはるくん、ゆきはるくんですね、はい、中山ファミリーでございます。福岡県の福岡市からはるばる沖縄、そして読谷村の方に、足を運んできておりますよ。今回はまたどういった経緯でここ沖縄、そして読谷村ですね、遊びに来たのかちょっと教えていただいてもいいですか。沖縄に初めて来たのはこの人が高校生やったっけね、の時だったんですよ、はい、でそれからも沖縄大好きで毎年来てたんですけど、はいはい、大学生になって忙しくなってから家族で来ることはなくなったんですけど、はいはい、結婚して孫が生まれ、はいはい、もう大丈夫だろうということでまた6年ぶりぐらいに、6年ぶりぐらいですよね、5、6年ぶりに来てなんか帰ってきたっていう感じがします。本当に、6年ぶりという、もうすごい久しぶりに沖縄に、また再び訪れたということで、しかも帰ってきたという感覚がですね、どこか中山さんの、中にあるということで、県民としてもすごい嬉しい限りでございますね。はい、ちなみに、何日から沖縄入りして、何日にまた、福岡の方に戻られるんですか。じゃあ、お父さんの方に聞いてみましょうか。はい、昨日の、8月2日に来まして、はい、日曜日の4日に夕方に帰ります、福岡の方へ。なるほど、もうきっとあっという間の滞在にはなると思うんですけれども、いかがですか、沖縄の魅力っていうのがどういうとこなのかとか、率直に感じるものでいいので聞かせていただけますか。じゃあ先にまたお父さんから伺いましょうかね。うん、海が綺麗、はい、もうその一言に尽きるですね。海が綺麗、はい、そしてお母様は現実逃避ですね。もう本当に、心の底からの、ね、率直な意見をありがとうございます。そうですよね、沖縄またすごいこう癒しの空間にもなるんですかね。そうです、もうそれですね。ちなみに、今回はどちらのホテルの方に滞在されていますか。残波岬ロイヤルホテルですね、はい、なんとなんと、残波ビーチすぐ、隣、道挟んで隣にございます残波ロイヤルホテルさんの方に滞在しているということですよ。読谷村に滞在してくださっております。嬉しいですね。なんでまたこちらの、読谷村、残波ロイヤルホテル、今回チョイスして滞在することになったんでしょうか。じゃあお母様に、はい、今までは
やっぱりあのリゾートをメインに選んでたんですけど、孫がいたのでファミリー向けのはないかなと。そしたらここがなんか子供に優しいというか、いろいろなあのメニューがあったので選んだんですよね。なるほど。実際に、滞在してみて、来たばっかりではあると思いますけれども、今のところの感想はいかがですか？うん、やっぱりあの子供さん向けにいろいろなイベントを考えられてて、はい、ファミリー向けなんだなとは感じてます。なるほど。ザンパロイヤルホテルさんね、カップルでももちろん OK ですけれどもご家族でも、お孫さん連れでも楽しめてるということで、はい、嬉しいですね。では、そして、ね、沖縄県の、ラジオを聞いてる皆様にですね、何かこう一言いただければと思います。じゃあお父さんから先に聞きましょうね。よろしくお願いします。久しぶりにあの沖縄に来ましたけど、やはり帰ってきて良かったです、うん、お帰りなさいませ。はい、そしてお母様。もうね、沖縄に住まれてる方羨ましい限りで、私も沖縄県人になりたいです。県民になりたいですはい、ということで、お声いただきましたのはザンパビーチの方でですね、ご家族で、ゆっくり、お食事をしながらマリンレジャー楽しまれていました中山ファミリーに、お声かけして、お話聞きました。福岡県からここ沖縄県読谷村の方に、観光にいらしてましたよ。ありがとうございました。さあ、メールいただいているんですけれども、ごめんね、もう募集しといていつも呼べない次ね、私が、担当の時に、しっかり読ませてください。ゆきひろのパパさん、いつもありがとう。今日はね、ユーストリームじゃなくてラジオを聞いてくれてるということで、しっかり紹介するので待っててください。ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。では皆さん素敵な1週間過ごしましょう。また明日お耳にかかりたいと思います。 See you!